どね。それは公女って読むんや。クレイちゃんはこの…うん、読んだことないよ。フィッシュロー姉ちゃんはいつもオズと一緒にいるんだ。どどこ…クレイちゃん、これも仕方あらへんことなんや。うん、例えば…つまりどういうことや。そっか、姿の彩り祭って。このクレイね、アルベド想像力やったー。よかったな。じゃあクレイちゃん、うちの店に紙とか筆とか絵の具と…出発。やる気を出した途端、今度はすごい勢いで走っ、さっきクレイちゃんと相談したんやけどな、この物語の内容はね、内緒に。まあ理由は聞かんといてや。うちらが店にいる間、あんたら。ゆいみやお姉ちゃん、早く早くお絵かきしに行こう。あれ、おいらみんなで絵が描けると思っ、あ、いいこと思いついた。